前たちはここで止める。父上の元へは行かせるものか。私たちだって父上のお役に立ちたい。だからあなたたちはここで倒します。そう、でもごめんなさい。あなたたちはここで撃たせてもらうわ。援軍として参りました。これより関崎様に加勢いたします。援軍を呼んでいたなんて困ったわ。父上のお役に立てなかった。私はなんと未熟なのだ。狙いはあの地だ。みんな行こう。進みましょう。戦況を変えるにはあの地が必要だわ。仕置きしてやろう。消え失せろ。進みましょう。戦況を変えるにはあの地が必要だわ。敵を止められなかった。みんなの力になれなくてごめんなさい。造作もないわ。鮮やかなお手並みですね。お見事です。生きて職へ戻らねば。そうはさせませんよ。ここであなたを撃たせてもらいます。幕城から援軍として参りました。これより関東様に加勢いたします。逃げるしかない。父、どうかご無事で。合流を阻むことができましたか。関羽との対決も少しは楽になるでしょう。造作もないわ。よくやってくれました。定まった。敵の足場を崩し戦意を損。
繁盛はまだ水系で混乱しているはず。今押し込めば城を取れるかもしれない。おっと、諸君もなかなか往生際が悪い。果たして我々だけで防ぎきれるか。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。ここは守りを固めねば。一歩も引いてはならぬぞ。繁盛を目の前にして、礼、撤退だ。敵将、私が討ち取った。見事な働きだ。敵にせな、どうにか持ちこたえたか。尽力感謝いたす。見通しが甘かったということですか。残念です。造作もないわ。素晴らしいご活躍ですね。心強い限りです。遅らせぬ。この席を占拠するぞ。敵に狙われているか。なんとか持ちこたえて援軍を送らねば。仕置きしてやろう。消え失せろ。援護もできぬまま終わるとは。カウントのどうかご分を。敵将、私が討ち取った。おお、素晴らしいご活躍。守りは将に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。敵将、私が討ち取った。守り抜けなかったか。カウント、申し訳ありません。造作もないわ。いいもの揃ってますよ。申し上げます。武漢の制圧に成功いたしました。諸君の奴ら、逆茂木を設置していったら、こいつを壊さないと進軍できないぞ。Thank you.
坂茂木がやられた。敵が追ってくるぞ。逃げろ。よし、直ちに守備配置につけ。戦闘に備えるのだ。お前らに負けるわけがねえ。この爆上だって絶対渡さねえぞ。待たせたな。炎上から援軍に参ったぞ。ありがたい。仕置きしてやろう。共に爆上を攻め落とそう。消え失せろ。造作もないわ。素晴らしいご活躍ですね。心強い限りです。牧場か。俺がダメなばっかりに。親分、すいません。生き延びてくれれば、これより先へは断じて進ませぬ。関羽討伐の邪魔をさせぬ。お前は俺が倒す。の援軍はここを通ってくる。断じて敵に抑えられるわけにはいかん。仕置きしてやろう。消え失せろ。援軍の道が閉ざされてしまった。カオ殿、どうかご無事で。敵将、私が討ち取った。
造作もないわ。いかな苦境にあろうとも諦めぬ。生きて兄者のもとへ帰り、誓いを全うせん。エラリオ固まった。敵の足場を崩し戦意を損。仕置きしてやろう。消え失せろ。まだまだ愚心の子がぶ解くと見よう。敵将、私が討ち取った。造作もないわ。おう、お前の戦神大帝ではないな。見事だ。申し上げます、上陽の官兵衛様。お縮りとのこと。官兵衛、すまぬ。消え失せろ。そなたの命決して無駄にはすまい。スロー、あの血を抑えるぞ。兄者のため、必ずや生きてこの血を脱出せん。しかも耕えることになるとは。兄者、申し訳ござらぬ。ついに追い詰めたか。皆艦を包囲せよ。気取る余裕があるならば構えろ。立ち合い切り伏せてこそ貴様との因縁も断ち切れるというものだ。承知つかまつった、いざ。
長い付き合いだったな、カウン。そうか、カウンが言ったか。欲しいと思われますか。いや、希代の英雄ではあったろうが、どこまでも敵であったならば、やつもわしが踏み越えてきた男たちの一人に過ぎぬ。それが乱世のありようであると。うん、だがこれで天下は大きく動くであろうな。関羽が去り、そしていずれわしや劉備らが去り、時代は士官やお主らのものとなろう。その時天下はどのような姿を描くのか、それを思うと楽しみでもあり、また悔しくもある。やはりどこまでも見届けたいと思われますか。無論だが、ひとたる身にはかなわぬ夢よ。いや、だからこそ人はその生を燃やすのであろうな。時に芝居よ、士官をどう見る、わしを継ぐに足るか。聡明であらせられると存じます。ですが、目指す先は殿とは異なっておいでかと。うん、それでいい。己が信じる道を行くことこそ覇道を継ぐということよ。今は一魂、去りし時と来たる世に灰を掲げようぞ。